高橋光成は、群馬県沼田市出身のプロ野球選手、宇藤右内、埼玉西武ライオンズ所属。トネ村立トネ東小学校1年生の時に、トネジュニアに入り、野球を始め、当時は、投手と外野手でプレーして、トネ中学校では投手。また、中学時代は、沼田市の軟式野球クラブ、NBA トレジャーズでもプレーしていた。 脇本直人とは小学校の時からの知り合いで、中学時代はクラブでのチームメイトだった。前橋育英高校に入学すると1年生の夏からベンチ入りを果たし、秋にはチームのエースになった。2年生の時は第95回全国高等学校野球選手権、大会初戦の岩国商業高校戦で連続、脱三振数で、 歴代2位の9社連続脱三振を記録し、完封、2回戦も完封、3回戦で1失点関東、準々決勝ではリリーフで登板し、準決勝では1失点関東勝利で勝ち上がると、延岡学園高校との決勝では3失点、関東勝利を収め、前橋育英は初出場で初優勝となった。大会通算成績は6試合50回を投げ自席点に、 防御率0.36。大会後は8月30日から9月8日まで、国際野球連盟の主催で行われた第26回トリプル a 世界野球選手権大会日本代表に選ばれた。3年生の時は、第96回全国高等学校野球選手権、群馬大会3回戦の県大高崎高校戦で、脇本に逆転打を打たれるなど6失点を喫し、 チームは敗退した。大会後に9月1日から6日まで、アジア野球連盟の主催で、タイのバンコクで行われた第10回18、ユーアジア野球選手権大会の日本代表に選ばれ、フィリピン戦では5回、チャイニーズ台北戦では4回に、3をそれぞれ投げ共に自席点0だった。2014年10月23日に行われた、 プロ野球ドラフト会議で埼玉西部ライオンズから一巡目、指名を受け、契約金1億円プラス出来高は来5000万円、年俸1300万円で合意し、入団。背番号は17に決まった。一時、阪神タイガース及び福岡ソフトバンクホークスの1位候補や、広島東洋カープの外れ1位候補に、名が上がったが、ドラフト直前に西部が1位指名を明言。 結局会議では、西部の単独指名となった。なお、前橋育英から高卒で、直接、プロ入りするのは高橋が初めてである。新入団選手発表会で、登録名は、フルネームの高橋光成となることが発表された。2015年4月28日に、同チームの山川穂高、石川三つと共に、侍ジャパン大学日本代表隊。 NPB 選抜の NPB 選抜に選出されたことが発表された。6月29日に行われたこの試合では9円で1回を投げ、吉田忠直の本塁打により1失点を喫した。8月2日に出場選手登録され、同日のソフトバンク戦でプロ初登板、初選抜し、3回0、3を投げ4失点で敗戦投手になった。 8月9日のオリックスバーファローズ戦で、先発登板し、5回1、3を投げ自席点0でプロ初勝利を挙げ、同23日の千葉ロッテマリーンズ戦では9回を、投げフィアンダ6、吉市9に、無失点でプロ初完投、初完封勝利を挙げると、31日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に先発した際には5回を投げ、2失点で4勝目を挙げた。 西武ライオンズにおいて、高卒新人投手のプロ入り2試合目での初勝利は1999年に、初登板、初勝利を挙げた松坂大輔に次ぐ早さ、18歳6ヶ月での、初勝利は18歳7ヶ月で、初勝利を挙げた松坂より早く、初登板から4試合目での完封勝利は、松坂と並び最速記録。また、高卒新人投手が月間4勝を挙げたのは、 藤並慎太郎が2013年8月に記録して、以来だが、初登板した月に月間4勝以上を挙げたのは、ドラフト制度導入後では、史上初。8月は5試合に登板し4勝1敗、防御率2.96の高成績で、パリーグの月間 MVP を獲得した。高卒新人選手の月間 MVP の受賞は1986年9月に、 受賞した、清原和弘、1987年8月に受賞した、近藤誠、1999年7月に受賞した、松坂大輔、2013年8月に受賞した、藤並慎太郎以来5人目だが、高橋の18歳6ヶ月での受賞は18歳10ヶ月で受賞した、松坂の記録を更新して、両リーグ通じて、最年少での受賞になった。 ルーキーイヤーは2軍で13試合に登板し、4勝4敗、防御率3.69の成績で、イースタンリーグの優秀選手賞を受賞。1軍では8試合に登板し、5勝2敗、防御率3.07という成績で、オフに500万円増となる、推定年俸1800万円で契約を公開した。2016年、 3月20日の2軍での東京をヤクルトスワローズ戦で初回に、球身からの球は補給し損ねて、顔に当て右方を骨折したが、大事には至らず4月3日の2軍戦で、実戦復帰、同30日のソフトバンク戦で1軍復帰を果たした。5月6日の北海道日本ハームファイターズ戦で、先発登板した際、一四万塁の6回に冒頭、本塁のベースカバーに入り、 突入してきた二類走者の朝間を元をタッチアウトにしたが、審判団のビデオ判定の結果、ベースカバーの際に左足が本類をわずかに塞いでいたことが確認されたためコリジョンルールの適用により判定が覆り政府となり、この年から導入された同ルールによって判定が覆った初の事案となった。5月26日に県営大宮球場で行われた楽天戦に先発して、 完封勝利を挙げ、高卒選手が1年目から2年連続での完封勝利達成はパリーグでは田中正宏以来8年ぶり、西武ライオンズ所属選手としては松坂大輔以来16年ぶりのことであり、また、同球場で完封勝利を挙げたパリーグ史上初の投手となった。しかし6月24日のロッテ戦、群馬、前橋で開催され外戦登板となったこの試合では5回までを、 1>, 1失点で抑えるも6回に捕まり、5回に3を投げて7失点で3敗目を喫すると、以降は6回に捕まる試合が増えていき、8月7日の楽天戦でも敗戦投手、7試合連続の黒星となり、自身8連敗を喫した。同14日のオリックス戦で連敗を止めたものの、その後も黒星が先行し中継ぎへ、配置転換された。この年は22試合に登板し、 4勝11敗、防御率4.42、リーグ最多の12冒頭を記録した。オフに500万円増の推定年俸二2300万円で契約を公開した。2017年は開幕ローテーション入りを果たしたが、日程の都合で5月19日に登録抹消。交流戦から復帰する見込みであったが、右肩の違和感で先発を回避しそのまま長期離脱。 9月24日のオリックス戦で復帰したものの、復帰後の一軍登板は、この1試合のみであり、この年は7試合の登板で3勝4敗に止まった。オフにウィンターリーグに参加し、契約公開では150万円減となる、推定年俸2150万円でサインをした。2018年は、右肩の故障などがありで遅れ、シーズン初登板は8月8日のオリックス戦であった。 6回4失点と苦しむも援護に恵まれ、シーズン初勝利を挙げたが、翌週の先発マウンドでも6回4失点で敗戦投手。翌日に登録を抹消され、その後の先発機会は優勝決定後である10月3日の日本ハム戦1試合のみであり、8回2失点で勝利投手となるも142球7四死球と、請球に苦しみ、 クライマックスシリーズ当番に向けてのアピールとは、ならなかった。当番3試合、2勝は共に、プロ入り5最小の成績で、契約公開では300万円減となる、推定年俸1850万円でサインをした。また来期から、背番号が、西口文也の引退以降欠番となっていた、十三に変更された。二千十九年は、開幕から十二先発で七勝四敗。 防御率3.68と先発ローテーションを守り、プロ5年目で、オールスターゲームに初選出された。第2戦の2回に2番手で登板したが、1回6、失点と炎上し、ほろ苦い初救援となった。7月以降は、自己最短の1回0、3、自己アーストの8失点で、ノックアウトされた試合があったりと調子を落とし、9月8日に登録抹消されると、 右肘内側人体炎症と診断され、その後のレギュラーシーズンやクライマックスシリーズでの登板はなかった。この年は21試合に登板し、10勝6敗、防御率4.51という成績で自身初の2桁勝利を記録。オフに2150万円増となる推定年俸4000万円で契約を公開した。二千二十年も開幕ローテーション入りを果たしたが、 調子が上がらず7月23日に登録を抹消され、8月4日に再登録されたものの同11日の楽天戦でも敗戦投手となり、自身5連敗を喫した。ただ次の登板となった8月18日のオリックス戦で、自身の連敗を止めると調子を上げ、9月1日のロッテ戦では7回1試まで無安打無得点の高騰。 一週間後の9月8日のオリックス戦でも8回まで無安打無得点、9回戦投打者にヒットを打たれた、ものの後続を抑え自身4年ぶり3度目の完封勝利を達成した。この年は20試合に登板し、自身初めて規定投球回に到達。8勝8敗、防御率3.74という成績で、 オフに2700万円増の推定年俸6700万円で契約を公開した。2021年は春季キャンプ中に辻初彦監督から自身初となるシーズン開幕投手としての指名を受け、3月26日のオリックス戦に開幕投手として先発。7回1、3を3失点の内容で勝利投手となった。 交流戦前は9試合で負けなしの5連勝、防御率2.245と好調であったが、5月28日の阪神戦で、ドラフト1位ルーキー佐藤輝明に2本の本塁打を打たれると、その後のヤクルト戦、中日戦では2試合連続で4回持たずに、ノックアウトを喫し、交流戦は3試合で2敗、防御率11.25、被打率414と打ち込まれた。 リーグ戦再開後は副調子チームの勝ち頭として白星を重ねていったが非常に非本塁打が多く辻監督からはたびたび詰めの甘さを指摘された。9月20日のオリックス戦では5回までに6点の援護がありながら2本の本塁打などで追い上げを許し8回には長打で逆転の場面を招くも首脳陣は高橋をイニング途中で降板させなかった。 最後は西万塁から T 岡田を打ち取り8回4失点で自己最多の11勝目を挙げたスリークオーターから最速時速 154km の速球スライダーフォークカットボールなどを投げる初めて開幕投手を務めた2021年は開幕からの連勝が伸びるようにと原滑着で髪を伸ばし始め開幕から十試合で五連勝と髪も伸び続け話題を 呼んだが、6月4日のヤクルト戦で3回10失点の大炎上で連勝がストップすると抗原通りに単発した。その他の記録、ありがとうございます。